今回はボトルマンのコーラ丸を塗装します。今回のメインカラーはブラックです。コカ・コーラゼロをイメージして塗装しようと思います。アーマーを全部とりあえず真っ黒にしちゃいます。コーラ丸ってドラゴンのイメージなのかな。そんで次はスターブライトシルバー。素体のクリアブラックのパーツにシルバーを吹きます。ちょっとだけメタリックにしときます。そんでアーマーパーツにもグラデーションがかかる感じでシルバーを吹きます。アーマーの爪もシルバーにしちゃいます。手と足両方。翼の部分もシルバーにします。で次はグラデーションがかかったシルバーにクリアレッドを吹きます。やっぱコーラだからちょっと赤は入れときたいよね。で仕上げにクリアを吹いてツヤツヤにして終わり。それじゃあ組み立てます。コーラ丸ゼロ完成しました。やっぱりブラックになるとだいぶかっこいいね。アクセントのメタリックレッドがいい感じ。黒いドラゴンなんて絶対かっこいいもんね。今までで一番好きかもしれん。やっぱちょい悪な塗装が好きだな。ちゃんとコカ・コーラゼロのキャップをつけてます。これみんな好きでしょ。いい感じだな。前回塗装したコーラ丸と比べるとこんな感じです。完全に正義と悪って感じだね。やっと的を買いました。やっぱ的があると楽しいね。コーラ丸打ちやすいな。ストラックアウトみたいな的もついてました。これすごい楽しい。でも結構強く打たないと全然的が抜けない。やっぱり無心で打っちゃうな。そんなわけで今回はコーラ丸をブラックバージョンにしてみました。どうでしたか？結構かっこよくできたと思うんだけど、もしよかったら感想をコメント欄に書いてください。じゃあこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。